よし、龍さんのところに向かうぞ。待て待て、おめえが仕切るとたどり着かねえ。んだとこら、クソコック。喧嘩してないで、行くわよ。オアシスから南東の龍さんの騎手に向かいましょう。龍さんを超えりゃ、次はいよいよレインベースか。ええ、そしてカジノ、レインディナーズに行けばクロコダイルがいるはずよ。よし、待ってろよワニ。バカ野郎、その前にビビちゃんの安全を確認するのが先だろ。こうして龍砂を越えた一味はレインベースを目指す。一方その頃、レインディナーズでは、ずいぶん暴れてくれたもんだな王女様。さすが我が社の元フロンティアエージェントだ。観念しな。グエー、なんだあの鳥は。超カルガモ。ビビはここにいるのね。キラ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 でピカピカで、ここは何なの。落ち着けリム。
なあカルー、お前私の出番ね。いいもんがあるじゃねえか。俺たちの力見せてやろうぜ。次はどいつだ。ゴムゴムのブレッド。あは戦士だ。みっともない姿は見せねえ。俺の番だな。ダメだ。まだだ。来るなら迎え撃つだけよ。やっと俺の出番か。待ってろ。マナーがなってねえの。圧倒的に俺が活躍したからといってほざいてるアホ。少しは強くなれたかしら。ようやく感覚が戻ってきたぜ。この力があれば大事な私の成長は。みんな話がある。どうしたんだロビン。私はここで別行動を取らせてもらうわ。え、なんでだよ。本来の歴史ではこの時点の私と王女様は敵対関係でしょ。顔を合わせるときっと話をややこしくするわ。そっか、確かにすっげえ怒るかもな。それに少し調べておきたいことがあるの。わかった。でも必ず戻ってこいよ。もちろん約束するわ。奥へ進むわよ。ゲッ、なんかいるぞ。それにしてもこいつら。お前こそ人間のくせに変な眉毛しやがって。この野郎、上等だクソ。よし、やるか。ボーシャット。俺の方はいつでもいいぞ。三刀流を三千世界。やるじゃねえか。どうすっかな。行くぞ。仲間の力を見せてやる。行くぞ。
俺は負けねえ。ムートンシャット。まっ。ビビッチは今行くからね。レインディナーズの奥に乗り込んだルフィたちは捕らえられていたビビの救出に成功した。しかしそこにはすでにクロコダイルの姿はなかった。ルフィさん、皆さんもどこに行ったのか心配してたのよ。おお、久しぶりだなビビ。え、久しぶり？なんでもないわ。でも無事でよかった。ビビ、ワニのやつはどこだ？クロコダイルはアルバーナに向かったわ。バロックワークスは国王軍と反乱軍をアルバーナで激突させるつもりなの。なんてこった、こうなる前に終わらせるつもりだったのに。ええ、急いで反乱軍を説得しなければ。分かってる、行くぞビビ。ありがとうルフィさん、皆さん。ごめん。ごめんね、心配かけたわねカルー。まずはここを出ねえとな。そうだな、入り口まで引き返すぞ。こわ。え、ところでその女の子は誰かって？そういえば私も初めて見るけど。私はリム。でも気にしないで。え？私がアルバーナまで案内するわ。わかった。よし、みんな行こう。この坂を登った先に国王軍の駐屯地があるわ。まずはそこまで行きましょう。おう。ビビ様、こんなところに。申し訳ございません、我らの力を及ばず。反乱軍の本体はアルバーナに。今市内は戦場となっています。私どもはここでさらなる反乱軍の合流をせき止めている状況です。ビビ様。ビビ、ビビ様、ご安心ください。我ら国王軍は命に代えても必ずやこの国を守ってみせますぞ。私たちが生まれ育った愛する祖国ですから。怪我をしていますね、すぐに治療をしないと。ビビ、俺に任せとけ。え、お願い。
皆さん、取り乱してごめんなさい。どうしたんだ、ビビちゃん。亡くなっていた彼は、子供の頃、鉱山を…え？ナミさん、私…ビビ…こんな犠牲が出ないように頑張ってきたはずなのに、この国に暮らす大切なみんなを守るため、反乱軍も国王軍も私にとってはどちらも大切な人たち、みんなこの国を愛しているのに。行かないと、行って戦いを止めないと。今ならまだ止められるかもしれない、私の命に代えても。ビビ、落ち着いて。まずは状況を確認しないと。ナミさん、でも早くしないと。駐屯地は大丈夫だよな。そうだといいけど。おい、しっかりしろ。反乱軍の高速部隊を食い止めてやったぞ。これ以上こいつらに。俺たちが国を荒らしてるだと。コブラ王に従う連中が何を言う。やつこそがこの国をダメにした。だが、反乱軍の本体はもうアルバーナに突入した。俺たちを食い止めたところで、この戦いはもう。どうやら今回も一足遅かったみてえだな。どうして、ビビ、どうして彼らが傷つかなければいけないの。国王軍も反乱軍もどちらも国のことを大切に思っているというのに。ちょっと待て。え、いや、うん、おお。やらせ、すぐ行く。
そら、行くぞ。ぶっ飛ばす。ゴムゴムのピストル。任せな、俺が仕留めてやる。その力見せてやる。準備 OK だ。よし、交代だ。これで元気になるぞ。おう、やってやろうぜ。必殺火炎星。やりやがったな。そら、行くぞ。くそ、違う。その程度だ。いってー。いくぞ、ゴムゴムのバズーカ。やりやがったな。うわっ。シッあいお。みんな怪我はないか。これで元気になるぞ。おう、一発で決めてやる。ど真ん中だ。次はどいつだ。ゴムゴムのガトリング。違う。必殺火炎星。
がむのピストル。クソ違う。クソ違う。ボーショット。その程度だ。エサペタリナ。俺は負けん。くらえ。くそ。あ。くそ。うん。いいもんがあるじゃねえか。あるけど休んでく？私なら大丈夫。みんなの体調はどう？私の出番ね。任せろ。腹が減ってるやつはいるか？言っておくが、レディーファーストだからな。
事件にも迫っておられたのです。 船が乗り上げる事件の後、 まさかに現れ、 もっともっとも ヘル様が手金を追い、 今、地獄。 ヘル様が止めなければ、 どれほどの死傷者。 以上の次第、差し出がましいようですが、 ビビ様にもお知らせしておくべきかと思いました。 ええ、ありがとう。 よく知らせてくれました。 待てよ、ビビ。何するつもりだ？ もう放っておけないの。 何としても反乱軍を止めるわ。 もうバロックワークスの好きにはさせない。 1分、いえ1秒だって無駄にできない。 私はもうこれ以上誰も死なせたくないの。 甘いんじゃねえのか？ 七部海の海賊が相手でもう100万人も暴れ出してる戦いなのに、 今更お前一人で止められると思ってるのか？ それの何がいけないの？ 命を落として人を守ろうとすることの何が悪いの？ 今更お前なんかの命一個で賭け足りるもんか？ じゃあ一体何を賭けたらいいのよ？ 俺たちの命くらい一緒にかけてみろ！ 仲間だろうが！ みんな、もう一度だ。 何回でも、何十回でも、 ワニのやつをぶっ飛ばしてやる！ また仲間のため？ よほど大切にしているものなのね。 大きな町。私たちこれからあそこに行くの？ そう、あれがアラバスタの首都アルバーナよ。 どんなところなの？ いい町よ、活気があってとても平和で。でも今はそんな町が戦場と化している。 行くぞ、ビビ！ ワニのやつからお前の国を取り返すぞ！ ええ！ ん？ おい、あそこ見ろ！ 海兵がたくさんいるぞ。あいつらなんだってあんなところに。さあ、わからないけど、アルバーナの周辺は海軍に封鎖されているみたいね。まずは通してもらえるように私が海軍を説得してみるわ。ビビのことなら海軍も知ってるだろうしな。そうしてくれ。
ほら野郎ども、海軍のとこまでビビちゃんを護衛するぞ。おう、近くまでは俺たちも一緒に行くぞ。うん、みんなありがとう。取り囲んでいるはあの通りで、ひょっとして反乱軍のか。ええ、おそらく。それじゃあ海兵と話をつけてくるわ。おう、任せた。お疲れ様です、海軍の皆さん。あなた、驚いたな、アラバスタのビビ王女じゃないか。王女様がなぜこのような場所に。アルバーナに急用があるのです。従者たちとこの検問を通って構いませんか。怪しいな。菜の花の偽国王の話を聞いてるだろう。なんだと、まさか王女も偽物。ここはご無礼と承知で、我々の尋問を受けていただけますかな。何ですか、やめてください。おいおい、何やら揉め始めたぞ。どうやら作戦は失敗みてえだな。ビビちゃんのピンチだ。ルフィ、すぐに助けるぞ。ぶっ飛ばす。やりますか。サンダーボルト。待ってるっていうのに、まったく野暮な奴らだぜ。ゴムゴムのガトリング。やめんじゃねえ。効かねえな。なんだ。さあ、喧嘩だ。よし、交代だ。特定ロゼオン。これだ。うわっ。
ツンとかますわよ。サンダーボルテンポー、今がチャンスだ。やっと俺の出番か。さあ、喧嘩だ。この足でてめえもマナーがなってねえの。いつでもいいぞ。そこをどけ。しかし、おいおいマリモマン、目的地わかってるよ。クソジジイの蹴りに近づいて、みんなの役に立ってみせる。おい待てよ、ビビちゃんがいねえ。本当だ、どこに行ったんだ。あれ、海兵たちも消えちまったぞ。あいつらの腕にもバロックワークスのマークがあった。あの海兵はバロックワークスだったの。海軍に化けてビビが現れるのを待っ、そのあたりはあいつらを締め上げて聞き出す方が。おぞルフィ。ビビのところへ急ぐわよ。バロックワークスの連中、許さぬ。こっちだ、急ぐぞお前ら。かかってきやがる。あたしの番ね。待ってるっていうのに、まったく野暮な奴らだぜ。竜巻。よし、交代だ。アームポイント。奴らはわざわざ道を塞いでいきやがった。関係ねえ、全部ぶっ壊す。おっとっと、はっ。
見ろ、砦だ。ルイちゃん、今助けに行くからな。